小野寺力からは、埼玉県熊谷市出身の元プロ野球選手、コーチ。現在は東京ヤクルトスワローズ2軍の投手コーチを務めている。実刑は、元プロ野球選手の振動を実る。兄と名字が違うのは、共に一人っ子である両親の姓を残す目的で、養子縁組を行い、みんな、母方の振動性を、力からが、父方の小野寺姓を名乗ったため。 熊谷市立新井堀小学校、熊谷市立玉井中学校を経て、埼玉県立高野須高等学校に進む。百八十六センチメートルの高身長で、球速は平均時速百三十キロメートルを超え、3年夏の西埼玉大会では、地区最高の素質を持つ投手と評されていた。同大会では準々決勝で、鳥谷隆史を擁する聖望学園と対戦し、 延長11回を完投するも3対4で、敗れている。高校卒業後は兄、新道実ると同じ上磐大学に進学。久保田智之と共に、主戦投手として活躍し、関子新学生野球リーグ3年秋にベストナイン、4年生に、なると3年秋に続き春、秋に防御率リーグ1位の成績を残し、春は山梨学院対戦でノーヒットノーランも達成。 2002年のドラフト会議で西武ライオンズから4巡目、指名を受け入団。契約金、年俸は、それぞれ7000万円、1500万円だった。埼玉西武ライオンズ時代2003年は、シーズンのほとんど鬼軍で過ごし、9月27日に、一軍初登板を果たす。2004年は、持ち味の速球を武器に27試合に登板して、防御率3.38を記録し、 チームの日本一に貢献した。2005年は中継ぎとして30試合に登板し、死球は減ったが、防御率が悪化し、安定感に課題を残す。2006年は FA 移籍した豊田清志に代わる抑えとして起用され、7月までは防御率1点台を維持し、7月には初の月間 MVP を受賞した。同年はチーム最多の59試合に登板して、 防御率2.82、7勝29セーブを記録、基本類打も2本に抑えた。同い年の赤田翔吾に続いて、チーム2人目となる、個人サイト、chikare-o.net を設立。ファンへのメッセージや心境などを、ブログ形式で掲載しており、絵文字を多用して、コメントに寄せられた相談に応えることもある。2007年は、前年に引き続き開幕から、 抑さえとして起用されるが、後半戦からアレックス・グラマンが抑さえに定着したことで、左の三井浩二と共に中継ぎを任される。終盤は新人以来の先発としても登板している。2008年はグラマンにつなぐ中継ぎとして起用され、50試合に登板して自己最多の9ホールド、14ホールドポイントを記録して、防御率3.56と前年より改善されたが、 支給が多く脱三振数も減少し、信頼を回復するまでには至らなかった。読売ジャイアンツとの日本シリーズでは3試合に当番し1失点であった。2009年はグラマンの故障により、再び抑えを任せられる。7月は最終当番以外で、自責点0を記録するなど活躍した。先発投手が不足し、中継陣も不安定で、 なかなか西部機会に恵まれなかったが、西部成功率は84%と、マハラ・タカヒロ、ブライアン・シコスキーを上回る。終盤に調子を落としたため降格となり、チームは抑え不在のまま4位に終わる。2010年は不調のため、開幕に軍スタートとなった。先発投手が早めに降板した場合などは6回に登板することが多かった。41試合に登板し、 防御率は3.67だった。2011年には、開幕から一軍公式戦への登板機会がないまま、5月24日に、鬼崎雄二とのトレードで東京をヤクルトスワローズへ移籍した。2011年5月29日に、古巣である西武とのセッパ交流戦で移籍後初登板。しかし、安定感を欠き6試合しか登板できなかった。2012年には、 怪我などの影響から一軍公式戦への登板が4試合にとどまった。10月2日に球団から戦力外通告を受けたことを機に現役を引退した。2013年からは西部にチームスタッフとして復帰。同年から2015年までは二軍の用具担当を任されていた。2016年からは西部時代のチームメイトだった松下健太が引退しに軍用具担当に、 就任したのを受け二軍マネジャーに移動。さらに同年シーズン中に二軍投手コーチだった森真嗣が一軍に配置転換されることを受け、5月6日から二軍投手コーチ兼育成コーチに就任することとなった。10月1日に対談の申し入れを資料承された。2017年から東京ヤクルトスワローズの二軍投手コーチに就任。 11月25日から台湾で開催される2017アジアウィンターベースボールリーグにおいて n p b スタン選抜の投資コーチを務める。ありがとうございます。